皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の夏期講習の数学の第3回目、今回は正負の数の加減で括弧のない式の作り方と計算、これについて説明していきます。括弧のない式を作るとき、実は式の項ってのを使うんですよ。ですからまずこの式の項から説明していきますね。式の項、プラス5、足すマイナス2、足すプラス4、このように加法を足したんですね。この記号で結ばれた括弧の中の数、プラス5とマイナス2とプラス4と、この括弧の中の数のことを式の項とこのように呼ぶんですね。それでじゃあ括弧1でマイナス9足すプラス4足すマイナス3、この式の項を答えましょうと、こういう問題があったとします。ここ全て足し算なので、この時には括弧の中に書いてある数、これを答えればいいということですね。ですから最初はマイナス9と、次がプラス4と、そして次がマイナス3と、この3つがこの式の項ということになりますね。足し算の式だったら、その括弧の中にある部分、これが式の項ということです。ではここから括弧の外し方、そして計算に移ります。括弧を外してみようということで、加法の式では括弧を省いて項だけを並べて書くことができますと。プラス3足すマイナス4、これ足し算、加法だけの式ですよね。この時には括弧を省いて項というから、このプラス3とマイナス4だけここに書いてあげて式にすることができますよということです。でここではここプラス3とか言いましたけれど、正の数がね一番前に来るときには普通このプラスという符号は書かないんですけれど、ここでは最初なんて書いておきます。じゃあこの計算どうしたらいいかとね、正の数ってことはここで分かりますよね。後ろ引く4、引くってついていたら負の数、こう考えますと、正の数と負の数の足し算、絶対値どっちが大きいか、負の数ですね。ですから負の符号をつけて絶対値引き算、4-3って1ですから答えマイナス1ってこうなります。次はマイナス4足すマイナス5と、式の項だけを並べるとマイナス4引く5引き算、これは負の数ですよって考えてください。そのマイナス4引く5は負の数同士の足し算ですから、共通の符号マイナスを前につけて絶対値の4足す5をやると9で、答えはマイナスの9、こうやって計算するんですね。じゃあ減法、引き算はどうするかというと、加法、足し算の式に直せばいいんです。プラス15引くマイナス10と、ここ引き算ですよね。ここを足し算にするとこんな風にしましたね。足すに変えると後ろの数の符号が変わるよと、こういうことでした。ですからこれ変わりましたよね。プラス15、正の数が一番最初に来るとき、プラスの符号をつけないのが普通なので、15、そして後ろにはプラス10と、足す10になりますね。足すってついていたら、これは正の数と考えます。ですから、正の数同士の足し算になりました。ですから、15足す10、つまり25、もちろんこれプラス25のことですよね。これが答えになります。では次に移りましょう。マイナス4引くマイナス7、引き算を足し算にします。そうすると後ろの数の符号が変わります。そして括弧を外して項の中だけを並べます。マイナス4足す7と、
足したんだったら正の数、こう考えますね。と負の数と正の数の足し算です。絶対値を見ると7の方が大きいですよね。ですから答えは正の数になります。正の数が答えになるときにはプラスを書かなくて構いません。そして絶対値を引き算、7引く4で3ですね。つまりプラス3ということです。答えは3、こう書きます。では6番ですね。マイナス3足すマイナス2引くマイナス8、ここの前の部分、マイナス3足すマイナス2、これすでに足し算になっているので、ここはこのまま変えませんね。で引き算の部分、引くマイナス8、ここの部分を足し算にするとこんなふうになりますね。そしてカッコを外して式の項を並べていくと、マイナス3引く2足す8とこうなります。でマイナス3引く2って負の数同士の足し算なので、ここは先に計算するとマイナス5ですね。同符号は絶対値足し算ですからね。そして足す8とこうなります。これでマイナス5足す8です。負の数と正の数の足し算になりました。絶対値は8の方が大きいので、答えは正の数になりますから、正の符号をつけたいんですけれど、正の数が答えの時にプラス書きませんでしたよね。そして絶対値は引き算、8引く5で3と、ね、答えは3、プラス3のことですね。このように計算すればいいわけです。皆さん思い出せましたか？今日は括弧のない式の作り方と計算の仕方、この復習をしてみました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集を使って復習をしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。